ミニキャンプ。今日も車を使わず電車やバス、徒歩でキャンプ場まで移動するミーです。バスを降りたら約10分ほど歩くので、ベンチでザックを休ませて私は水分補給します。昼が出るキャンプ場に行くので、昼よけジョニーをあらかじめかけます。1年ぶりに使ったからか、スプレーの出が良すぎる気がする。昼よけなので手で触っていいかわからなくて、靴同士でなじませます。コスコス。日よけと虫よけ対策のため長袖を着て出発します。滝沢園に向かうのですが、2つ道があって、私が行くのは裏ルートです。私が通る方が昼が多いと以前管理人さんがおっしゃってました。耳焼けそう。今日もしっかり持ってきたので重さ30キロ以上あります。太陽が真正面からぶつかってきてめっちゃ暑い。1年ぶりだな。持ってかれる。キャンプ場は川の近くにあるので、どんどん下がっていきます。めちゃくちゃ気持ちいい。枝がバラバラ落ちててカートにこう絡みつくんですよ。そうするとカートが動かなくなるというジレンマがあります。枝がやばい。カートを4輪じゃなくて2輪のタイヤ大きい方がいいんじゃないってたまにコメントいただきますが、2輪だと積める量が限られちゃうのと下り坂が大変なので、これからも4輪を使います。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっとだよ。カート頑張れ。カートを励ましていたらなんとかつくことができました。手をブンブン振ってるのは近くにちっこい虫が寄ってくるからです。長袖着てたのにその上から2箇所も刺されてました。今年は虫刺されイヤーです。誰もいないな。前回ここのあれ立てた。こっち誰もいない。裏から来たので一旦荷物だけ置いて受付に向かいます。川も空もとても気持ちの良い感じです。この橋、調子に乗ってボンボン歩いてると最後に自分の余波が私に来るので怖くなります。宿泊でソロ一人で、はい、受付で、はい、はい、次の第一つ、はい、入場料1100円と巻き第900円で全部で2000円でした。河原と林間がありますが、個人的には林間の方が好きです。ちょっと隠れてる感じがいい。服の上からでも刺してくる何者かがいるので、しっかりと虫よけスプレーをやっていきます。ギリギリ足りた。秋なのに30度超えてて汗だくです。サムネ撮ってたら松茸落としてしまいました。実はこの時点で午後3時半なんです。なのでテント設営よりも何よりもお昼ご飯を先に作るべく、せっせと時間がないんだ、せっせとかまど作りをしていきます。よし、これでかまどを作るんだって。どんくさい走り方ですが、昔からです。陸上部の子とか真似して走ったことあるのですが、速くなりませんでした。お、スルリスルリと抜けてくださる。よいしょ。小枝がお尻に刺さったんだけど、これ危ない。よいしょ。指が太すぎて、ちぎれないんだけど、どうやってちぎるのこれ。いった。お尻に刺さった小枝たちを集めて一旦燃やします。
んと設営します。笑ってたくせにやっぱりテント設営よりご飯が先ということで、ご飯の準備に取り掛かります。今日は秋の味覚ということで、松茸と芋煮とサンマを作っていきます。手入れが大変そうなバーベキューグリルを持ってきました。これも1年ぶりに使う。久しぶりの焚き火缶でまずは芋煮を作ります。まだ全然片付けが終わってないんだよね。芋煮用の水丼2杯、舞茸、しめじが売ってなかったのです。里芋だ。昨日剥いてきた里芋。里芋ってぬるっとしてて剥くのに神経使うので、大きいの4つしか剥けませんでした。あとはネギをごぼうのように切っていきます。わ、よかった、これ漏れてた。芋煮のタレを入れて火にかけます。サンマ用に置き火にしたいので、ちょっとずつ薪の火力を調整していきます。サンマを焼くための材料になってくれ。ここで炊事場に行って水を汲むのと水を飲むのと、松茸もさらっと洗いました。松茸初めて食べる人生。薄く松茸を切ると香りが立つみたいなのをどこかで読んだので、薄く切りはしないですが裂いていきます。お、おきびになってきた。で、ちょっと混ぜよう。芋煮とご飯はどうにかできたけど、焚き火がサンマを焼けるような状態ではないので、テント設営をします。立ちぼうけてたら頭抱えてやってきた。こっちを表に作っちゃった、間違って。こっちを表にしようかな。いや、良くない。寝れるぐらいは立てれたので、テントは一旦終了でご飯タイム。ん、なんか焦げてない？そこは焦げてるけど、硬いけど美味しい。うん、お、いい感じじゃない。あとはサンマだ。人の意思疎通が取れない状態でサンマを置いておきます。お、なんか焼けたっていうか、ただの温まったサンマに変わりがなかった。芋煮の味見から始めます。芋煮は東北地方でみんなでワイワイ食べる食べ物なんですが、友達いないので一人で食べます。美味しさは変わりません。みんなで食べた方が美味しいかもしれないけど、味、化学上の味は変わらないということです。芋煮です。もういっかな、多分もういいよね。火力調節うまくいかなくて諦めさんまです。秋ご飯の完成です。さつまいもは夜に食べます。あきらめさんまと松茸ご飯、ちょぴっと松茸と、エシからはないけど一番おいしい芋煮、まだ未完成の焼き芋。いただきます。あー、おいしい。このご飯皆さん何時だと思いますか？
正解は17時半です。昼ご飯です。お昼も夜もがっつりキャンプで作りたいものがあったので、どうしても妥協することができませんでした。こうやってやるとさ、ほぐれるもんね。知ってはいるけど、内臓取って焼くのが一番美味しく焼けるのかな、らしいんですけど、私内臓取らずに一匹まんま焼いてしまったので、ちょっとほろ苦いです。チョコよりも苦い。内臓が美味しいと思えるほどまだ舌が上達してません。あとまた夜ご飯もなんかサンマの牛が見えた。寒中でも目の片隅で虫を捕らえたらすぐさま蚊取り線香です。電話、外にいる時に電話来たから立ち止まって電話したら、こんなに虫刺されて、でもここも刺されたし、ここも刺されたし、今年は20箇所刺されてる。今年はどんな対策しても刺されます。刺されなかったのは奥多摩ぐらいです。松茸ご飯硬すぎてさ、風味は美味しいのに噛むとガリッガリいってます。この間川遊びした砂利を食べてるかのようです。焦げがジャリジャリする。芋煮でお口直し。これ以上焦げませんようにって祈ってます。サンマ、内臓付きは食べるの難しいですが、食べたら美味しいのでパクパク食べていきます。服の中に何かいた気がしたんだけど、気のせいでした。このキャンプ場あと私だけだと思ったら、後から2組ぐらい点々バラバラにいらっしゃいました。ご飯が全く進まず芋煮ばかり手つけてしまう。どこを食べてもジャリジャリで、お米も硬くて、このままじゃ食べれません。手がすごくて、そもそも硬いので芋煮のお汁につけて食べたら食べれるんではないかという安易な考えでやっていきます。プチ猫マンマ、こっちの方が絶対美味しい。もはや松茸の香りが焦げで消え去ってしまって、ちょっと残念な炊き込みご飯になってしまいました。明日の朝ごはん用にご飯を別皿に移しておきます。ドタバタ動画いかがでしたでしょうか。ミーキャンプで初めてご飯よりも設営よりもご飯が先に出たかもしれません。後編はまたまた思い通りにいかないキャンプになってしまいますが、またぜひ見ていただけると嬉しいです。
皆さんの一番好きな秋の味覚があったら教えてください。こんにゃく入れるの忘れてた。芋煮にこんにゃく入れるの忘れてた。最後までご視聴ありがとうございました。またね。